静岡市清水区の小学校近くで一昨とい特定外来生物のカミツキガメが捕獲されました市はカミツキガメを見つけたらすぐに通報してほしいと呼びかけています発見されたカミツキガメはこちらの小学校の裏門に入ったところで捕獲されましたまた前の道路は普段通学路として使われていて下工事には多くの子どもたちが歩いています 静岡市によりますと、一昨日の午後6時過ぎ、袖市小学校裏門付近の道路でカミツキガメらしきものを発見したと、近くに住む人から清水警察署に通報がありました。現場には警察官2人が駆けつけ、カミツキガメを発見。手袋をしてカメの脇をつかみ捕獲したということです。捕獲されたカミツキガメは甲羅の長さがおよそ20センチ、 体長は2キロほどで。性別はオスでした。噛みつきガメは。生態系への影響が危惧される。特定外来生物に指定されていて。顎の力が非常に強く。人の指を噛みちぎってしまう恐れがあります。市などによりますと。今回捕獲された噛みつきガメは。野生のものではなく。 飼育されていいいた可能性が高いとということですカミツキガメは飼育や野外に放つことが原則禁止されていて市はカミツキガメを見つけた場合はすぐに通報してほしいと呼びかけています。